第34回全国地域サッカーリーグ決勝大会は2010年11月21日から12月5日まで茨城県、静岡県、高知県及び千葉県で行われた全国地域サッカーリーグ決勝大会である。今大会から出場チームが16チームから12チームに削減。これに伴いレギュレーションが前年から一部変更となった。 一時ラウンドは12チームが3グループに分かれて4チーム層あたりを戦い各グループ1位の3チームと2位3チームのうち最も成績の良い1チームの計4チームが決勝ラウンドに進出決勝ラウンドも4チーム層あたりによるリーグ戦を戦い1位2位チームが日本フットボールリーグに自動昇格3位チームは JFL チームとの入れ替え戦に進み、その勝利チームが JFL 昇格チームとなり、敗戦チームが地域リーグ残留となる。試合形式は前年通りで、一時、ラウンド、決勝ラウンドとも、前後半90分で同点の場合は、PK 戦を行う完全決着方式により行われ、試合時間内の勝者イコール3点、PK 戦による勝者イコール2点。 pk 戦による、敗者イ,イコール1点、試合時間内の敗者イ,イコール0点の要領で勝ち点を配分し、勝ち点合計、特殊点差、総得点数、当該チーム間の対戦結果の順序により、順位を決定した。以上のいずれの方法でも順位が決定しない場合は、1位2位を決める場合の未順位決定戦を行った。2010年度各級地域リーグより1、 チーム J リーグ加盟を標榜するクラブに対する優遇措置を承認された1チーム第46回全国社会人、サッカー選手権大会上位4チームのうち、各地域リーグから出場権を得ていないチーム上記の条件で12チームに満たない場合は、2010年6月末の全国社会人、サッカー連盟加盟登録チームの多い順番で、巡回試輪版により補充する。 グループ A 保与アトレティコエランダイブ VSC 相模原レノファ山口 VYSCC 保与アトレティコエランダイブ V レノファ山口 SC 相模原 VYSCC 保与アトレティコエランダイブ VYSCCSC 相模原 V レノファ山口グ,グループ B 静岡藤枝ミブック V グルージャ森岡山陽電機須本 V 札大 GP 静岡藤枝ミブック V 3用電気スモトグルージャ、森岡。V 札大 GP、静岡。藤枝ミブック V 札大 GP、グルージャ、森岡 V 3用電気スモトグループ C、福島ユナイテッド FCV、蒲田マーレサヌキ NC、長野、パルセイロ V、埼玉 SC、福島ユナイテッド FC、VAC、長野、パルセイロ。 鎌田マーレ・サヌキ V 埼玉 SC 福島ユナイテッド FCV 埼玉 SC 鎌田マーレ・サヌキ VAC 長野パルセイロ各グループ2位各グループ2位の成績最上位チームが決勝ラウンドに進出するこの結果 AC 長野パルセイロが決勝ラウンド進出を決めた YSCCV 産用電気スモート鎌田マーレ・サヌキ VAC 長野パルセイロ YSCCV 鎌田マ,マーレ、サヌキ山陽電機、スモト VAC 長野、パルセイロ YSCCVAC 長野、パルセイロ山陽電機、スモト V 鎌田マ,マーレサヌキ決勝ラウンドの結果、日本フットボールリーグ昇格に関して以下の通りとなった。入れ替え戦の詳細は、第12回日本フットボールリーグ入れ替え戦を参照。ありがとうございます。